8月10日放送のゲスト、90歳にして未だ現役ジャズクラリネット奏者北村英治さんの人生の金言とは。これは中学2年、レコードがあったんでね、家にレコードがあったんで、それでね、それをね隠れて聞くのが楽しくてね。ダメなんでしょ、公に聞いて、もうバレたらバレたらもう憲兵に連れてかれちゃうんですでしょ、適正音楽って言うんでね、もちろん手回しで聞いたんですけどもね、蓄音機ってやつですね、電蓄で聞くと音が大きいのでね、そういうのをおふくろ聞いちゃいけないって言うんですよ、こっちで漏れるしね、手回しのポータブルで聞きなさい、ポータブルがあった、でそれで聞いて、すごいな、友達呼んできちゃう、それを聞いてね、そうするとね、ジャズってのはすごいですよ、聞いてるとね、絵はがきでしか見たことのない摩天楼みたいなのがパッと頭に浮かんでくるでしょ、それでね、ついでに金髪の美人かなんかも浮かび上がったりしてねそこまで夢が膨らむわけですよ、すごい音楽だ。北村さんは通っていた慶応商工学校の担任のこんな言葉を覚えているそうです。で、ね、担任でね、先生で英語の先生がいらっしゃったんですよ、その先生がね、仲間のうちの一人がね、終戦のちょっと前です予科練に志願して受かった、それで先生のところに挨拶行く、したら一応僕はついてったわけですよ。したらもうちゃんとよかれの服を着てね、でよかれに、行きますので先生にご挨拶にって言ったらね、何のためによかれに行くんですかって、お国のために、はい、あなたがお国のためになることはあなたが親孝行することがまず第一番ですって言うんですよ、もしよかれに行って飛行機に乗って行こうが何しようが、あなたは何が何でも生きて帰ってこなきゃいけません、お母さんにただいまって挨拶ができるように泣きながら話すんです。ほう、すげえいい先生だと思う。そうだね、分かってた人ですね、それでね、ものすごい辛抱の厚い先生でした、で、ね、ユニークな先生が多かったんです、僕らの学校は。はい、で、はい、未だに90歳現役、毎日2時間お稽古なさる、2時間しない時もありますね、時間は気にしないで、で吹く時は5、6時間吹いてる時もあるし、疲れませんか？疲れないです、深呼吸と同じですもん、息は深呼吸で吹ける、深呼吸で吹く式です、それもそれがいいんですよ、多分ジャズってのはすごいですよ、聞いてるとね、絵はがきでしか見たことのない摩天楼みたいなのがパッと頭に浮かんでくるでしょ、あなたがお国のためになることはあなたが親孝行することがまず第一番です、あなたは何が何でも生きて帰ってこなきゃいけません、お母さんにただいまって挨拶ができるように、深呼吸と同じですもん、息は深呼吸で吹ける、深呼吸で吹く式です、それも